皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオオデッセイ楽しんでますか？クールチャンネルもマリオオデッセイの実況はやっていきますが、マリオメーカーも引き続きやっていきますのでよろしくお願いします。今回はまず注目の普通から、脱出ゲームクッパからの怪しい手紙、スギヨップさん。脱出ゲームとか大好きです。この間ね、2017年の地下謎のイベントに参加してきたんですけど、やられるんかーい。それでね、どこまで話したっけ、2017地下謎参加してきたんですけどね、これはどうしようか。左側のバネは何かに使うのかな。まあいいか、このまま進んでいってみましょうか。上行けちゃいそうだけど行かない方が良さそうな感じ。まずはそこに赤コインが隠れているんだけど、あれをどうやって取るかだね。ピンクコインはまだ取れない。はい、中身は P スイッチ、これを押せば、まずこれをかぶる、壊す。はい、これでピンクコイン取って、ほい、一匹残っちゃった、畜生め。でもこれで大丈夫でしょう。ほい、でなんだっけ、そうそう、2017地下謎結構難しくて、最後の問題結局クリアできなかったんですよ。移動時間もめちゃくちゃ長いので、初めて街歩き系の脱出ゲームをやる人には大変かもしれません。なんて話してるうちにゴールてっぺんでクリアできないんかーい。土管のマスもう一つ上にしようよ。はい、お次はこちらのコース、いいねランキングからパタガメの記憶力おどちさんのコース、クリア率は 10% ぐらいですね。クリア率は高いんだけど、クリアタイムは長い。記憶力ないよ。どうすんのと思ったら、パタガメが道を作ってくれる。記憶力っていうのが気になるけど、どういうことなんでしょうか。あいつが降りていくよね。ガリガリに当たらないようにマリさん注意して。左、右、左と。メインブラック3で、まあいいや、ラストシーンでね、左、右、左だっけ、なんかそんなことを主人公が言ってるシーンがあったんだけど、皆さん覚えてますか。これ作りが面白いね。赤ガメのせいで最後一瞬七光が見えなくなる場所があるんだ。よいしょ、それで難易度がアップやで。とパウブロ、おお落ちる。え、こっちこっちこっち、すごい、この見えなくなるのが面白い。これで鍵付き扉に入れば OK かな。どこら辺だっけ、ここか。うわ、これもしかして2往復か3往復でやらないとさらに難しくなるパターンだか。ファイヤー、え、死んだよ死んだよ、嘘でしょ、畜生めい。え、待って、どうやって登るのって、お前ら登っていくの遅すぎでしょうが。もっと早くおいでよ。ほい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 、ここ、どういうギミックになってるんだろうね。それにしてもね、わからんって、わからんって。多分さっきのくるくるさんみたいにファイヤーフラワーを取ろうとして落ちてやられた人相当いるんでしょうね。バツマークいっぱいついてたもんね。ここで耐えればいい？それとも扉に入るのが正解だった？どっちなんだい、畜生めい。よし、入れた。これでいいんじゃない？わーってなって、そろそろゴールでしょ。え、マリオが降りてくる？え、ちょっと待って、マリオはどこにいるんじゃい？そっか。これ、乗ってて大丈夫なの？本当に大丈夫なの？エレベーター下に参ります。あの青いガリガリはいないね。
というわけで、3、2、1、切れ。すごい面白いコースでしたね、このコース。イエイ。はい、お次はこちらのコース。ミーバー終了まであと2週間残りを思いっきり楽しもう。あれ、もう終わっちゃったんでしたっけ。まあいいや、そんなコースがあったんで遊んでいきたいと思います。スピランかな。10秒か。今いきなりちょっとタイムロスしちゃってるけど大丈夫。くれくれくれ、よいしょ。ほいほい、届かない。ほい、どこに乗ってどこに乗らないかっていうのをしっかり考えていかないとタイム間に合わないんじゃないの。ゴール、残り1秒。届くかーい。届いたーい。ミーバス、今までありがとうございました。はい、お次はこちら。3日後即削除特別企画、楽しいギミック、ネタがないのです。 YSR さんのコース、ベストクリアは2秒、クリア率は 6%。 3日後消されちゃうらしいです。どこが楽しいんだい。まずはこれ左から避けるんでしょ。難しくない。え、避けられないんだけど、どうすればいい。そう、これどうやって避けるのさ。こうか。なるほどね。ジャンプすればよかったのね。いくよ。せーの。くれ。隠しブロックにくっついちゃったら、あとは一発でしたね。マリオがいなくなった。オデッセイの世界に旅立ってたんですかね。次のコース、遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコース。優しい心で作った60秒スピードラン、ひろちゃんさん。クリア率が、ヤクザ。やばいぜ。安定のクリュースキンでございますが、いきなり詰まってますよ。大丈夫かね。このバーネが苦手なんだって言ってるのにさ、なんで苦手なバーネを使ったら入れてくるのかな。くるくるくるさんのために作ってくれてるわけじゃないから仕方ないんだけど、道がわかりにくい。ここ叩けてないじゃん。自分で叩くところと、オートで叩くところと、2箇所あって、すっごい見極めがむ、なんなんだ、はい。では自分でジャンプ。よーし、来た。普通こういう花ちゃんのところはね、さっきやられたところね、走っていけばいいようにできているんだけども、どこ、え、こっちかー。道がわからないんだって、縮小めい。はい、間に合うのこれ。よいしょ。そこはジャンプなんかーい。割と今までにない目新しい仕掛けが多いですね、このスピランコース。遊んでいて面白いです。どこ行けばいいのか分かりにくいのがちょっと難しいところかな。ここは慣れれば大丈夫かな。覚えられると思うんで、このぐらいの長さだったら、まあ、くるくるくるさ、動力悪いけどね、このくらいが限界かな。おい、ここ面白いね。こうやってうまくやるとすっごい気、あ、何してんの。やばい、これ引っかかるんじゃない。危ない。もうない。はい、大丈夫。残り23秒。タイムが相当不安で、今壁キックした後もできなかったけど、フードロップしていく扉にお邪魔します。お、これはゴールなんじゃないか。あー、タイムに余裕があってよかった。マリオタイム、ポッポー。今日のラストはこのコースで終わりにしたいと思います。ジョンさんのコース、飛ぶトトロのマント自動キープフライ、右と Y を押し続ける、遊んでみましょう。いいね、トトロ大好き。何歳になっても見たくなっちゃいますよね。勝手にジャンプしてくれるのかな。タイムは40秒の半自動系コース。もちろんこのマントマリオの動きもすごいんだけど、背景とかグラフィックとかこれちゃんと木になってるじゃないですか。そういうところがなんとなくトトロっぽいイメージにもなってますよね。そのブラックパックは何を表現しているんだろう。まあいいか、動きがすごいからそういう細かいことはあんまり気にしない。
ワンワンボム兵うまく使ってグッドかい。うん、エクコインが残り1枚クッパさんを片手間に倒していく感じ。ここはヒップドロップか、ヒップドロップじゃない急降下でコール。あれなんで逆向きに落ちてくるの、すごくない？サンキュー。そしてヨッシー乗れないんかーい。お、今スコアも 88,880 でしたかね。ちゃんとそれも計算してるのかもしれない。うささ さんとかはね、自動系コースの得点が最後一定の数字になるように計算して作ったりもしてるらしいですよ。はい、というわけで今日のくるくるクールのマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の実況でお会いいたしましょう。マリオオデッセイの方もね、よろしければ見ていってください。それでは次回はあなたのコースにくるくるクール、バイバーイ。